ます。木屋浜と橋口町の牢屋福岡藩の牢屋は、西中島橋の福岡側の入り口にあたる福岡橋口町にあって、橋口町国屋と呼ばれた。町は戦後に昭和通りとなり、町の大半が消滅したが、橋口町だった西中島橋の福岡側の一角には明治42年が経っている。橋口町に関して、やろこず、角川日本地名大辞典。 元老屋町には次のような解説が掲載されている。江戸期明治5年の町名江戸期は、福岡城下の一町中川川口左岸、城下の東端に位置する元は、橋口町の一部で老屋町と通称していたが、安政六年牢獄が松木屋町に移転し、跡地が武家屋敷となるに伴って、橋口町から分かれて当町が成立した町名は、 福岡藩の牢獄の跡地に起立した町であることに由来する。明治5年、橋口町の一部となる。安政6年、橋口町国社が移転した先は、現在の福岡市中央区東人町の海側にあった旧マスキア町でマスキア国と呼ばれた。古地図の中の福岡、博多の内容を美貌のためツイッターに投稿したというログを拝見すると、東人町の北西部は、 マスゴヤの町。マスゴヤとは、年貢や酒などを計量するための皇帝マスを作るところ。安政6年にはここに修国者が建てられ、慶応元年のお中の国と呼ばれる藩内政府では14人がここで処刑された。その後、明治期に荒津病院、現在は子供病院。とあり、マスキア国が置かれた場所は、現在の東人町2丁目ということになる。 ご中の獄で捕らえられた福岡勤労派14名は、マスキア獄に入れられた後、獄舎から近い博多湾に面した遺説の浜辺で、処刑場されている。ちなみに、前室の七熊市学第13号書集の論文、福岡藩における刑罰には、福岡藩でも安静2年に、都在が導入され、受刑者を収容する、都在場が、マスキア外に作られたと記載されている。 福岡県警察史明治大正編、藩政時代の刑罰には、藩の揚げ屋が事業浜と伊崎にあったと紹介しており、さらに、岩城市によれば、慶長6年頃、須崎浜にあったと記録されていると記事を引用紹介している。白石樹郎著、一万年代基調に見る、福岡藩の大型量販価格帳には、増木屋浜は、武士の牢屋、橋口町は、 一般領民の牢屋であったと解説している。この解説に基づけば、江戸時代の早い時期から、福岡藩はマス、木屋浜と橋口町に、無事をと一般領民用の牢屋が併設されていて、幕末になって両者がマス木屋浜に統合されたことになる。同書では、橋口町牢と在方に設置された、軍牢との関係について、小屋のセロを例に、かなりの重罪犯で、 ほとんどの犯人は、軍老の小屋の瀬老に一時収監され、戦議の上、橋口老に入老させられることが多かったとし、橋口老に移送されるのは、小屋のせ軍老の権限を超える犯罪人であったとしている。ありがとうございます。